はい、みなさん、こんにちは。渡辺です。えっと、前回の動画ではですね、二次元のリーダイ数の分類について述べました。えー、今回は、えー、次のですね、三次元の場合を扱いたいと思います。 で、えっと、歴史的背景については、K がですね、まあ、これ K っていうのは基礎体ですが、複、えー、素数体。まあ、この時は、あの、D、代数の D さんですね、によって分類されたようです。で、えっと、あと実数体の場合に関しては、ビアンキさんによって分類されたというふうになっていますが、あの、私ちょっと調べたんですけど、あんまりちゃんとした正確な年、ね、あの、年をですね、ちゃんと調べることができませんでしたが、まあだ、だいたい1900年前後のあたり、 のようです。で、えっと、この三次元の分類って、まあいろんな文献で載ってるんですけれども、例えば、フルトン・ハリスによって書かれた、リプレゼンテーション・セオリーという、ファーストコースという、え、副題がついた、えー、本があります。レクチャー10に、え、リアルジェブラス・イン・ダイメンションズ・ワン・ツー・エンド・スリーということで、えー 載っていますので、興味がある方はそちらをご覧ください。でこ、ここではですね、じゃあ何をするかっていうと、分類まではしないんだけれども、3次元のリーダー数の例を挙げようということをしたいと思います。で、えっと、早速なんですが、例の2.9に行きましょう。えっと、R3 っていう、まあ、3次元のユークリッド空間を考えますね。まあ、これをですね、E1、e、E2、E3 というのを、こう、まあ、標準規定でこう取ってきまして、まあ、それで貼られているというふうに見ます。 でそうしますと、えー、まあこれおそらくですね、線形代数の一番最初の方でやったと思うんですが、えー、外積というのを定義しましたね。内積っていうのと外積っていうのがあって、外積まあクロスプロダクトというのがありました。それは何だったかっていうと、まあここに書いてある通り、XY っていうのをまあこのように成分表示しているとしましょう。で、その時にその外積っていうのはまあここで与えられるものとして定義されました。これ何をしてるかっていうと、 えー、この x と y をですね、こう並べますね。そうすると、えっ、ー、と、三掛け二行列ができるんですが、それの、例えば、どういうものかっていうと、三掛け二行列がこうでこうつく、あの、両方とも並べるとこうできますね。でその時に、えー、ここ、最初消してあげて、ここの行列式を考える。っていうのが、ここに来ています。 マイナス倍して今度にここを切りますね。残るのここでここの行列式を考えてマイナス倍したっていうのがここに来ています。で最後はここを見ないでここだけの行列式を考えたのがここに来ています。はい。まあそんな形で一応もう甘くり的にこういうふうに定義するとしましょう。で実際に計算したものがこれです。ですからもうこれ自体があの X と Y のクロスプロダクトの外積の定義。 として採用したいと思いますで。そうしますと、このクロスプロダクトをですね、X と Y のブラケット席というふうに、こういうふうに括弧積として定義することにしましょう。そうすると、実際にこれがですね、この二項演算によって R3 はリーダイ数になるということを確認することができます。で、まあ、実際にですね、これも成分表示しているので、具体的に書いてあげてもいいんですが、 ええと、まあ、もうちょっとですね、どういうことをやっているかっていうのを明らかにするために、次のように、えー、形式的に書くことにしましょう。えー、X と Y の外積っていうのは、e、1、e、2、e、3っていう作業を使うことによって、こんなような、外、あのー、行列式と見ることができます。というのは、えー、この列に関して展開するっていうことを考えましょう。この列に関して、この行列式を展開するっていうのを考えると、 まず、e、e1 っていうのは、これは、えっと、1行3列ですね。ですので、マイナス1の3乗の、e、ま、e1 で、あ、ごめんなさい。こっちが、e の、ここを取るので、e、e2、y2、i x2、y2、x3、 y3 になりますね。で、次、ここに関してだと、マイナス1の、ここは、第何成分かというと、だえっ、ー、と、二行三列ですね。二 2, 2行、えっ、ー、と、だから、すいません。いろいろ間違ってますね。ここが、えっ、ー、と、一行三列。は二行三列。いで、そうすると、 えー、どこが残るかというと、x1, y1。こう展開すると、この、えー、第3列に関して展開するということ、すると、こういうふうに、できますね。これ3行3です。で、ここはどうなるかと言いますと、えー、x1 y 1、えー、x2 y 2ですか。まあ、こんな形になりますね。で、それで、まあ、これ計算してあげたやつが、 まさに、これになりますね。というのは、ま、確認できると思います。ですので、このクロスプロダクト、こんな形で、えっ、ー、と、行列式と、ま、見てあげましょう。というわけです。こうですね。ここです。で、これ、まあ、あの、まあ、こういうふうに見るとですね、えっ、ー、と、結局、このクロス、クロスプロダクトが、総線形かというのは、まあ、何を言ってるかっていうと、この、えー、1列目、 と、二列目に関して、一列目と、これ二列目ですね。これに関して、えっ、ー、と、行列式の、まあ、線形性から出てくるわけです。で、交代性についても、まあ、二つの、あ、だから列ですね。列が等しい場合は、あの、イコールゼロになるっていう性質がありました。まあ、そこから出てきます。 で、ね、あまり詳しくは述べるつもりありませんけれども、ええー、まあ、なんて言うんですかね、これはスカラーであって、こっちは、うんと、ベクトルで、まあそんなんで、なんか行列式とか考えていいのかっていう問題はありますけれども、まあ例えばですね、えっ、ー、と、一二三でこう貼られてる r んのベクトル空間がありますけれども、まあそれのシンメントリックプロダクト取って、で、チョコはこう取ることによって、これを、 えっと、何ですか、えー。多項式間ですね。三変数の多項式間と見て、さらに、コーシェント。コーシェントフィールドを取ることによって、まあ、単位の元と見て、線形代数の話を使うということはできますね。で、えっ、ー、と、今言ったことは、まあ、特に気にしないでいいです。まあ、とにかく、あの、ちゃんと、あの、意味付けはできますよということを言っているだけで、あまり深くは考えないでください。で、 まあこういうのだから気持ち悪いって場合は、まあとにかくこれ成分表示ですから、ただ単にこういうふうに書かないで、こういうふうに成分表示した状態で、この二つをチェックすればよいというだけです。はい。で、えっ、ー、と、ヤコミの高等式についても、まあこれ、あの、チェックしなければいけませんね。いけませんが、ここではやらないことにしますので、ぜひ自分で確認をしてみてください。ですから、R3 に、あの、今までもよく出てきたクロスプロダクトというのを、 演算を入れることによって、実は D 代数、3次元の D 代数の例が得られるんだ、ということが、ま、ここで言いたいことです。で、あともう一つですね、3次元の D ー数の、えぇ、例として、3次元のハイゼンベルク代数というのを紹介します。これ、あの、一般にはハイゼンベルク代数とより一般な定義がありますが、ここでは3次元の特別な場合の定義を与えます。これは何かっていうと、まあ、3次元の え、空間なので、え、規定として3つ x, y, z っていうのが取ってこれるわけですね。なんですが、こいつはが、まあ、ここにあるような関係式、確保式に関してこういう関係式を、えー、満たすように規定を取ってくれる。その場合に、ゲーをハイゼンベルクアルジェブラと呼ぶことにしましょうというわけです。で、実際ですね、こういうものどういうふうに実現されるかと、実際にありますかっていう問題がありますが、これ実際にあります。で、えっと、それはですね、x を ま、このような行列としまして、y をこの行列で、z をこの行列としましょう。あの、一つの成分だけ1で他が全部0というものになっています。で、その時に、これはだから3次の正方行列ですので、3次の正方行列全体のなす集合を m3k と書くことにしましょう。で、そうすると、これは、えっと、9つの成分からなるので、これは形状9次元のベクトル空間となります。 で、そのベクトル空間のサブスペースとして、XYZ、この3つですね。これらで形状生成される部分、あの、リニアサブスペースをゲート書くことにしましょう。で、まあ、この時点では3次元のただ単にベクトル空間なわけですけれども、あとはここに括弧コ席を入れようというわけですが、じゃあどうするかというと、V と W というゲーの弦ですね。これに対して、V と W の括弧コ席を VW 引く WV。W v という形で、えー、行列の交換紙によって定義をしますそうすると、まあ、実はですね、これが芸が、えー、とハイゼンベルク台数、3次元のハイゼンベルクアルジェブラになるということが分かります。まあ、3次元だっていうのはわかるし、あとはただ単に括弧席がこれを満たすっていうことを見てあげればいいですね。でそれは簡単にな計算でできますので、ぜひ皆さんこちらもやってください。 というわけで、えっ、ー、と、今回はですね、3次元のリーダイ数の例を紹介しました。えっ、ー、と、分類については先ほども言った通り、例えば、フルトン・ハリスの本を読むとか、それこそですね、何かしら、3-dimensional リーアルジェーブだとかって言って、クラシフィケーションとかってググったりすると、いろんな、あのー、記事が出てくると思いますので、そちらをご覧ください。 で、えっと、じゃあ次回何をするかっていうことなんですが、今ですね、このハイゼンベルク代数というのをやりましたけれども、これはですね、結局行列を使って、えー、リーダー数の例を与えていると。で、さらに、その行列を使うときの括弧席は何かっていうと、この交換子で与えられているというわけですね。で、この考えをもとに、線形リーダー数というのを次回ですね、あの定義したいと思います。というわけで、えっと、今日の動画はここまでにしましょう。